メディケア大学エンディケ。はい、じゃあ始めたいと思います。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、時間はね6時ちょうどにいつも始めさせていただいてるんですけど、皆さんね仕事終わりのお疲れなところお集まりいただきましてありがとうございます。はい、管理者塾も5回目になりましたというところで、本当いろんなね内容についてやっているんですけど、皆さんいろんな形で、ついてきてくれてありがとうございます。私もですね、いつも言ってるんですけど、10年間のノウハウという部分を自分の中でですね最大限、有益な形で、お出ししてですね、皆さんに良き管理者、良き施設長、良きマネージャーになってもらいたいという思いがありますので、そこら辺を意図を汲み取っていただいて、聞いていただければなと思います。今回はですね5回目、リスクと向き合う。まあ私たちの仕事はもうリスクと向き合っていかなきゃ仕事にならないですっていう話でね、十分よく分かってると思うんです。皆さん専門職なんで、私が今更どうこう言うことじゃないんですけど、こうマネジメントというか管理者とか施設長の観点で向き合うリスクって何だろうというところに、最終的にテーマを持っていきたいなと思っていますので聞いてください。リスク、ちゃんと発音が分からないですけど、リスクヘッジっていうんですね。リスクヘッジ、まあリスクがあります。リスク、危険、危機、あります。リスクヘッジっていうのはちょっと分けて読みますと、危険で、ヘッジっていうのは垣根とか壁とかいう部分でガードするものですね。なんで危険を予防して対策していくみたいな形が、要は危機管理ですね、予測して、未然に危機を防ぐリスクヘッジ、なんていう部分。あとはリスクヘッジ、株のね、バイバイ金融系のお話とかビジネス用語で出てきたりしますが、まあ、リスクと向き合っていく中でリスクといつも直面してばかりもいられないんですね。なんで上手に向き合って、上手にかわしていかなきゃいけない、安全にね過ごしていくために。なんでここで出てくる先行管理、そういったものをしていかないと厳しいんじゃないかって話ですね。で、まあ皆さんね、これはもう逆に言ったら私が教わる立場になりますけど、なんですかこれ、YTK でしたっけ、 KYT ね、やればできる子じゃなくて、危険、なんだっけ、危険予知トレーニング、あ、危険予測って書いてある、危険予知トレーニング。これは皆さんね、教える側でスクールの先生やってる人もここにいますから分かると思うんですけど、写真があってですね、何ですか、こっちとこっち、間違いを5つ探してくださいっていうやつじゃなくて、こういうのを入れてきますからね、ちゃんとついてきてください、お願いします。じゃないと僕はね消えていきますから画面から。はい、なんでこの危機予測トレーニング、なんでここの部分で、じゃあ例えば脚立に乗ってる人がいてどういう危険が予測されるかとか、そういったものを推測する、まあ、結構いいトレーニングだと思うんですよねっていうところで、なんですかね、なんかいろんな生活上のミスとかありません？私はなんだっけかな、前家で足でテレビのリモコンを操作しようとして足がつって、その反動で自分の持ってる牛乳が入ってる、だからこういうことですよ、寝て牛乳持ってリモコンをやろうとして足つってうわーってなった瞬間牛乳を吹っ飛ばすっていう、そんなことありません？大なり小なりあるんですよ、大なり小なりあるんですよ。そう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 、ただただね、ね、でそれなのに息子叱るというね、よくない癖があるんですけど、まあこうなったらこうだろう、こうかもしれないと思うことってやっぱ大事だなというところですよね。で、またねリスクっていう言葉に関してはリスクを取るっていうビジネス用語もあります。リスク取らないとそこにおける利益とか成果に結びつかないっていう言葉の使い方もありますよね。確かにリスクを取った先にはいろんな、ね、リスクの意味があるかと思うんですけど、例えばそのビジネス上の成功があったりとか、大きな利益があったりとかいうの部分における障壁ですね、競合がいたりライバルがいたりとかいう部分におけるリスク、そういったものを避けていくとか、そういうのも含めての、リスクですね、まあ、あらゆるリスクと向き合うという部分になります。その中でですね、管理者って僕10年の中で管理者とか介護施設の施設長とか運営してると、いろんなものにとですね、これはリスクと言っていいのか、守られてると思うことが結構あるんですよ。どういうことかというとですね、
あの普段見えない、皆さんの普通のルーティンワークしてたら見えないんですけど、いろんなものに実は守られてます。これ消しますけど、まあ、介護の施設があるとするじゃないですか、施設。まずですね、行政は私たちの敵ですか味方ですか。あのキャプテン翼にボールは友達みたいな世界の話ですよ、うん、味方ですよ。行政に嫌われるというか抗うようなことしちゃいけないし、行政が指導してくれる立場にあるんですね。だから私たちはその指導の中で適正な運営をしていくっていう部分になるんですね。なんでコンプライアンスの中で歩行をしたらいいよって指導の中で守ってくれてます。こういう存在が、あとですね、施設で働く人、この人たちも守られてます。じゃあ何に守られてると思いますか。もう介護業界で結構なんつうんですか、いろんなネガティブイメージで出てくる名称なんですけど、例えば労働基準監督署、行ったことありますか。でもね、あんまり行かないでください。よほどのことなければあのご迷惑なんで、忙しい方々なんであれですけど、まあでもですね、何かあったら駆け込み寺のような存在でもあるし、労働する皆さんを守ってくれてます。なんで大切な存在なんですね。この他にだからなかなかでもルーティンでやってたら行政の人たちとかと合わないじゃないですか。ところが実地指導と監査検査なんていう形でいろんな形で私たちは実は関わってます。今も書面監査の途中なんですね。それを書類を作っていて、書面監査って言葉ドキッとするんですよ、この業界の人たちみんな。だけど監査ってチェックしますよって言ってくれてるんですね。で、監査検査云々とか、そのランクなり行動の動機が違います。で書面監査の時に監査って言葉を使うんですけど、主に実際に行政の職員の方が来られる場合っていうのは実地指導になるので、これは何のペナルティーでもなく定期的にチェックを赴いて行いますよ。これは県の職員の方だったり市の職員だったりという部分になりますね。それが、まあ、来てくれる実地指導、実地指導でビビってちゃダメです。実地指導必ず来ますというところで、その時に見てもらえばいいんですよ。なんで味方なんですね。これで守ってもらう、私たちがやってる部分ってこれで正しいですか、で違ってるなんとかって、主に実地指導でも、見てくるポイントっていうのがいくつかあるんですけど、まず請求が正しいかとか、人員体制が正しいか、あとはですね、虐待をしてないか、まあ、主にこの3つです。これを違反してたらやっぱり全部ダメですよね。基本的に適正運営なり、ちょっと大変な日々を送ってたとしても、この3つを崩したらいけないんですよ。なんでこの3つが崩れて、じゃあ例えば人員体制グレーのままやっちゃおうかとかいう風な前に何ができるかってことを考えなきゃいけないですね。なんで、ね、その3つ覚えておいてもらいたい。管理者の人たちは自治度の通知来たらビビるんですよ。どうしようとか、反抗してないとか、それ反抗してないとか、そんなことで振り返って書類を遡る必要がないぐらいの日々を送るっていうチェック体制、これが先行管理になるんですけど、要は、皆さんそういうの塵も積もればってあると思うんですけど、なんですか、この管理者塾だって月に1回しかやらないですよ。で60分、やらせていただきますけど、年に12回やれば12時間時間を使うんですけど、例えばですね、もっと1日5分の作業をじゃあ365日やったら何分になるんだろう。誰かそろばん得意な人いますか。ちなみに僕は分からないです。誰かすぐスマホ弾いてください。1925。何？1825。早いですね。ということはすなわち1日5分の累積でもおよそ30時間の時間が確保できるんですよね。だからじゃあ例えばダイエットの観点とかね、あの今暗算したんですか、はい、どうしたんですか。その前やってたすごいですね。あ、気づいたの、俺全然普通にちょっと いいとこ見せた時だけするしてすいません。すげえ。いや、そんな能力があったとは。これからあのさん付けで呼びます、ね、すいません。
まあ、そうなんですよ。でもね、本当塵も積もればというのも典型、こう30時間さっき言ってたね、塊でね、よいしょってやるよりも当たり前に5分ってすぐ過ぎちゃうじゃないですか。じゃあ例えばそのそれぞれの立場で書類管理でこれを毎日やっておけばいい、日記とか日報とかもそうだけど、遡ってやったり作話とかしなきゃいけない状況になった時だけ無駄な労力と時間がかかるんですよ。だったら日々のチェックをやっとけと、何をやるべきか知っとけっていうのが管理者なり施設長のやるべきことなんです。これが先行管理です。5分の累積の方が強いんですよ、この固まって改まってやる時間より。なんでそういった部分ですね、コンプライアンスを理解しておくというか、行政のメッセージとか何をやっててほしいかっていうのは最低限知っておくとなると不安がなくなります。あ、1ヶ月、だいたい1ヶ月後に連絡が来て、あ、1ヶ月前に連絡が来て、最初に2週間前までに書類送ってくださいね、チェックしますから行くまでにっていう関係性にあるんですね。自治指導経験したことある人、あ、前でありますか、なんとなくね、怖いというか書類整理でやっぱり整えやるんですけど、ね、準備ができてれば臆する必要はないということになります。まあ、あとね、労働基準監督署の部分ですね。今うちはおかげさまでですね、ありがたい、残業非常に少ないです。ですけどその時間の取り方っていう部分で、どうしてるんでしたっけ、入所、出勤時は出勤タイムカードを押してから着替えで業務開始、退勤時は着替えてからタイムカードで退勤。こんなことやってる介護事業者はめっちゃ ないと思いますけどまあいろんな反省とか問題を踏まえて僕らもそういうところにたどり着きました。これをやってる方が気持ちいいんですよ。まあ、こういうのと同じで、塵も積もればって言って、さっき言ってた時間のロスを正確に、時間をじゃあ1分単位で残業取りますみたいな時に、はみ出てた時間が前2分あと3分でも1日5分だったら5分の残業時間なんですよ。この人がでも300日それ同じことやってたとすれば1800分ぐらいの残業時間のあれが出てくるんですよね。でこの2分3分のロスっていうのは結構複数人がまとめてやるとでかくなるんですね。でそれで残業代が未払いとかいう例えば話が出てしまえば、まあ、非常に手痛い、お金を払わなければいけなくなるという部分で、これも先行管理、会社として職員とですね、社員とどういうふうに向き合っていくかっていう考え方を徹底していくってことで、いろんなものが適正化していきます。労基とかそういったね、例えば社会保険労務士の方とかそういうふうに向き合ってほしいんですよね。なんかこう なんか文句言う先じゃなくてというところで、適正なルール運営をしているところを指導してくれるところだというふうに理解をしてもらいたいなと常に思います。なのでこういった形で非常に守られている。あとですね、僕が10年の中で経験した後ね、呼ばれていったことが会計監査員あったね。なんかこれも僕らがたまたまじゃないんです、たまたま選ばれたのかな、あれ。うん、全産業の会社としてうちの会社呼ばれて、こうやって書類持ってこうやって行くんですよ。本当ね、あれ名前聞いてビビるよね。なんかちょっとどえらいとこ出てきちゃったみたいな。そう、気になったんですけど、そういうこともあります。なんであらゆる形で、見てくれてると思った方がいいかもしれませんね。なので、なんだろう、さっきのね、この部分で言ったら本当にこれがやれてる介護事業者ってほとんどないと思いますけれども、そういった部分の、これがね、守ってもらうってことはリスクを防いでるってことなんです。この人たちが機関としてフィルターになってくれて、皆さんの運営を安定にするような願いがかかっていると思ってください。今のところいいこと言ってますよね。大丈夫、足でリモコンを使ってるっていうのをちょっと挽回できた話です。この間足でティッシュ取ろうとしてまた指がつりましたけど、まあ、そんな形ですよね。で改めて、お聞きします。私たちの仕事とリスク管理、ちょっと考えてもらいたいんですけど時間取るので、3つの局面で意見を、皆さんだから1つはそれぞれについて、状況を考えてほしいんですけど、皆さんの生活の中でのリスク管理、どういうことがリスクになるかっていうところですね。仕事現場の中でのリスクで、皆さんはもう、管理者じゃない人もいますけど、運営なり経営の中で、訪れるこの項目の中でのリスクって何があるだろう。想像でもいいですし、実際の経験で感じたことでもいいです。ちょっと時間取るので考えてみてください。
書けましたでしょうかね。大体いいですか。ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、まず、まあ、何でもね、間違えたことはないですのでおっしゃってください。生活のリスクって何があるかなと。じゃあ山田さんから。怪我、病気、うん、あ、1個にしてください。はい。田中さん、遅刻しないための出勤時間、うん、リスクね、はい、なるほどね。最初ちょっと何言ってるか分からなかったですけど遅刻に向けた余裕みたいな感じでしょうかね。ありがとうございます。これもそうだね、時間のリスクってありますよね。じゃあ美香さん。まあ通勤してる車通勤の人もほとんどだと思うので、うん、車の運転、車ね、運転ね、そうですよね、はい、生活でね、まあ、我々車社会とかね、このエリアはそうですからね。あきさん、いますか。事故、病気、私の母さんさん、あと、まあ、よく保険とかで、まあ、天災、例えば地震だとか、火事だとか、天災ね、へ、うん、のリスクってありますよね。僕なんか、いつでも雷打たれて怖いから、いつもヘルメットかぶって歩いてます。そんなやつって嫌ですよね、なんか、宇宙から来た人みたいな。じゃあ、ヨさん。その持病の悪化、ああ、まあ、未然に防げるものとかもね、あったりしますよね、はい、深山さんどうですか。私も病気事故って書いてました、うん、病気事故ね、かな、はい、じゃあ不良の事故、不良の事故、事故やなんか俺に漢字挑んでるな、俺書けるよ。危ねー、書けるで、ね、ありがとうございます。まあ皆さんね、ここはね、皆さんが想像し得るところでも全くもって正しいと思います。怪我、時間もね、時間への部分なので、シチュエーションというか見るべき角度なり状況点いろいろありますよね、リスク管理の中でも。ありがとうございます。じゃあ今度次、仕事現場、我々の仕事ね、介護事業者としての、仕事上のリスクって何がありますか、ね、今度じゃあ逆に、ジローさん。誰も職員が来なくなるとか。怖っ。何作家なんかの。誰も職員が来なくなる現場。今、ゾワッとしたわ、俺。どんな時よ。リスクだ。人がいないを超えてるよね。すげえ想像力、想像をかきたてるって。ガチャさんですか。私は人間トラブル。人間トラブルね。うん、そうそう。思わぬところで苛まれたりしますね。はい。じゃあジムさん。はい。お客様の怪我。うん。そうですね。一番出てきますよね。目の前で怪我をこう、仕事としててですね、施設面の中、目の前で怪我を目撃してしまったことがある人いますか。ありがとうございます。半分ぐらいね。私見たことあるんで、まあ、本当 そこを転落した方がいて、寝返り打ってゴロゴロそのまま落ちられて笑われなんですけど、びっくりしてはって、もうそこの離れてるとこだったからこうやったんですよ。当然届かないね。そうそう、まあ本当に予期せぬことっていうのは起こります。はい、ありがとうございます。キムさん。私今も聞きました、聞きました、お客様の怪我。これ余計な話して全部記憶がない、こうやったら消えたんです。すいません。お願いします。そうですね、今の怪我とちょっと似てますけど、お客様の急病という、そうね、急変とかね、リスクですよね。はい、宮川さん。すいません、同じですね、お客様の怪我とか、まあ、持病、うん、そうですね、悪化ですね、はい、はい、これをね、見極めるのとかって本当ね、大変だったりします。夜勤の方とかも本当にこの部分、いつ起きるかわからない、
です、まあ、それこそがやっぱり一応日常のリスクになるのかもしれないですね。あと感染症への対応、うん、もうね、この時期そうでしたよね、ずっと。山田さん、まあ、労災実行、そうね、これもあります。あの、まあ、事例として実際あったの、お客様が転倒しそうになってよろけた瞬間やっぱ手を出して自分が転んで、骨盤骨折っていう事故が、まあ、その昔ありましたというところで、まあ、これ労災ですよ。でそのお客様は転ばずに済んでて、手すりがあった、廊下に手すりがあった、転ばず済んだんだけどフォローしようとした側が怪我をしてしまう。これまさに労災です。ヒヤリハットも含めていろんなリスクの現場が瞬間ありますよね、生活の中で。あとはイベント、食事イベント始めたら速攻詰まらせちゃうとかね、ありましたね。まあこれはね、出したらキリないかもしれないです。ありがとうございます。まああとはね、ちょっとこれ難しかった、運営とか経営、まあ、皆さん管理者リーダーやってる中で想定されるリスク、ちょうど管理者いますので、はい、苦情、苦情ね、はい、苦情もね、相手の感情があるん で電話とかだとね見えないんで動かないとかありますよね、まあ、それが本当にこちら側が真摯に受け取らなきゃいけない部分もあるかもしれないし、一つある意味理不尽なことを言われている時もあるかもしれない。ね、はい、あ、またいいですか、はい、定員に超過しないための、うん、まあ、登録者数の管理、お客様のですね、はい、これはそうか、経営上それやったら返金とか間違ったら、はい、そういうリスクってことですか、はい、だから暗算得意なんですか。それはたまたま教科書の頃からね。そうなんだ、ね、そうですね。だからこれもひょっとして例えば予定調整とかをうまくね間違っちゃったりしてお客様にご迷惑かけたりしまうとか、じゃあそういう結果的な失敗に対してのリスクになりますよね。はい、稼働率の維持、稼働率の維持、ここにおけるリスクってどういうことですか。結局あのこちらは特に民間株式会社なので、はい、あの赤字になるわけにはいかないです。赤字になれば私たちも給料も出ませんので、まあ、あの稼働率をしっかりと決められたところはあの維持できないと運営が厳しいのかなと思います。来ました、管理者ですよ、マインドが。ありがとうございます。そうですよね、あの経営のリスクって売上とか、あ、お金、収入に対してのリスク管理をしなければならない。特にですね、人員が我々というのは固定的に、まあ、減らすことはそんなに簡単できないので、決まっている定額に対してその利益を赤字にならないように超えていく売上を作らなきゃいけない。それにおける稼働率の管理ってとっても大事ですよね、まあ、まあ赤字になったら経営リスクさらされてしまいますというところですね。秋さん、どうぞ。そうですね、ちょっとまあリスクっていうのがあるかわかんないですけど、まあ、例えば物価等 の, その上昇だったりで、要は面白いって言いますね、物価の上昇リスクと捉える土地の高騰とかね。あ、でもすっげえいいこと言ってくれたんですよ、本当ね、これせっかくなんであれですけど、まあ、うち新しい開発もさせていただく、今日ちょうど選定をいただいたんですよ、ホームページ見てもらうとあれなんですけど、おかげさまでねやらせてもらえることになりました。総量規制がある事業だったんですけど、だけどですね、今ねウッドショックって言葉聞きます。ウッドショックってどういうことかというと、建築鋼材とか建築資材がですね、まあ、単純に倍上がってるんですよね。でオリンピック終わったからそういうのが落ち着くかなと思ったら、まだあんま落ち着かない、万博がある、あとは例えば中国で建設ラッシュだ、中国でどっかのもう巨大な何ですか、建設業の部分が潰れそうでバブルがまた弾けそうだみたいな、中国今バブルなんですよ、こうすごい影響してきますよね。なんで、なんだろう、手放しで喜べない要素もあると。
単純にだって原価倍になって、じゃあ3000万の家建てようと思ったら、いやちょっと来年から6000万そわって言われたら一回やめるよねそういうところで同じものを作るに同じ価値じゃなくなってくる、変動する価値が出て、これも大きなリスクだと思います。はい、ありがとうございます。はい、私の収入と支出のバランス、うん、リアルですね、言い方がこれあの家計でもそうですか。はい、はい、収入支出のバランス、赤字がね続いちゃうといけませんからね、ここの部分。まあ、そういう時はやっぱ抑え、支出を抑えていかなきゃいけないとか、いろんな考え方でやっぱやっていかなきゃいけないですね。はい、あの書類の整理、うん、これリスク管理だよね、はい、コンプライアンス上のリスク、皆さん素晴らしいですね。お金の価値とか人の思いとか、ね、そこの数の部分、動きの部分とか収入の部分、これもね本当大事なリスク管理、書類管理ね。さっき言いました、そのハンコ一つ押さない、僕、ね、知り合い の, あの事業者さんね、それこそハン、ご家族からサイン一つ、ハンコ一つ押してもらわなかっただけで、その部分は返金みたいな話を指導で受けると。もうそれはね、知らなかったとか忘れてましたじゃ済まされないっていう。さっきあここに消しちゃいましたけど、行政っていうのは、そのルールにのっとってやってもらわないと、彼らは別にそこを潰したいとか悪意があるわけじゃないんですけど、ルールにのっとらないとペナルティがあるよっていうのを同時に示しているというので、私たちはそこを理解して、知らなかったじゃ済まされないというような動きを取らなきゃいけない。これすげえ大事ですね、うん、運営上ね。はい、ありがとうございました。皆さん素晴らしいです、いろんな側面、なんですか、価値の部分でいろんな人の部分、物の部分、金の部分、全部出てきました。なので私たちの仕事とリスク管理、リスク管理は多岐にわたるということなんですよ。なんで管理者の人たちは目の前の日々のリスク管理だけしてちゃいけないんですね。中期的な視点でこの1ヶ月で、やってますよね、よくやっているというか、僕らも初めてやった事業形態で実地指導でいろんなアドバイス、それでペナルティになるような違反はしてませんけど、いろんなアドバイスもらって選考管理が必要だなと思った時に、これね、皆さんが何でもできる人で一人で何でもやってたらいいんですけど、組織の仕事っていうのは人に仕事させなきゃいけない局面もいっぱいあるんですよね。なんでじゃあずっとハンコ持っていろんな書類追っかけ回してるっていうのはすごく効率も悪いわけですよ。それをやるぐらいだったら、まず諭してですね、理解をしてもらって、これはこういうルールなんだよって理解をさせて、同じ行動を取ってもらうってことにやらなきゃ組織的な動きにならない。これがまあマネージャーの仕事になってくるかなとも思うんですよね。自分がやればいいとか思ってるだけじゃ仕事はダメなんです。なんでその中で理解をし、ルールを理解するってことが大事だ。でリスク管理は多岐にわたると。その中で、さっきちょっと話途中になったんですけど、選考管理シートというか書類管理シートみたいなのを作って、締めるべき、実地指導の時は何年から何年の部分見ますよって、大体1年なんですよ。1年遡って違反がいっぱいあったりするともう1年見ますとか、で見ますで指導ペナルティだったら、今度は次の年すぐ来ます、またその年1年がうまくできてたかどうかチェックしますみたいな形になってくるので、基本的にですね、ちゃんと毎日やってれば1年間見てもらってブレがなければ、多分他の年もうまくやってるんですよ、そういう事業者は。でも1年たった1年見たところでうまくやれてないなって分かれば複数年遡られるんです。書類の管理義務が長いのはそういうふうにあります。でさっき言った3つの部分ですね、請求とか人員体制とか、虐待とかの疑いが出てきてしまえば実地指導が監査に変わります。監査とか検査、そういった内容に変わって、これはかなり厳しい感じで目線が入ってきますということになるので、そうならないリスク管理は必要な選考管理となります。選考管理とっても大事ですよね。で何々かもしれないというところで、選考管理ね、まあ、皆さんどういうふうに理解してもらおうかなとも思うんですけど、何々かもしれない、さっき言ったね、こういうことがあるかもしれない、特にこの KYT もそうなんですけど、かもしれないと思ってやっぱりいろいろやった方がいいよねって話で、今
何ですか、振り返って何も考えないで無関心で気づきがなくて失敗するってことをだんだんと大人になってきたり、人生を重ねていくとやっぱりしないようにしなければならないというところで、じゃあさっき、持病の悪化と、じゃあ自分が病気って分かっていながらその放置しておくとかいうことはしないとか、例えばですよ、あとはね感染症をこう、ね、今マスク白い言うてるのに俺だけ死ねみたいな形で感染症になるっていうのはあまり賢いとは言えないとか、そういった部分ですね。じゃあこうなったらこの書類管理も日々反抗しておけばよかった、書いておけばよかったというところを怠らないようにしたい。なんで、まあ、そこにおける後悔をしないためにも先行管理で気づきの中で、うん、おや、ね、石橋を叩いて渡らないぐらいなのもダメなのかもしれないんですけど、叩いて確認していますかって言ってから行きますよってくらいで言っていいのかなという感じをアクションとして取ってみてもらいたいなと思うことが多いと。特にこの介護業種の事業現場ではそういうことが多いかなと思います。まあ、それでですね、ちょっと先行管理というか、先行管理というのは先を、未来を予測する部分になりますので、未来を、私たち10年先どうなってますか、社会は。社会、あなたはあなたでもいいですよあなたとより素敵になってるんだと思うんですけど10年先の未来って考えたことあります？僕ね、キッドっていうブルース・ウィルスの映画、これ別には全然そんなにヒットした作品でもないですけど、これ見て大学生の時にちょうど20歳、21かなの時に見たんですけど、この内容は、自分の子供の頃いじめられっ子とかで冴えない男だったんですよ。だけど40歳になった時のブルース・ウィルスはもうスーパーエリートコンサルタントで世界を飛び回ってるような人なんです。だけど子供の頃のコンプレックスがある。でだけど、まあ、これなんですか、ファンタジーなんで、そんな自分がコンプレックスだった時期の子供が今の自分の生活に舞い込んでいくんですよ。だから、だから、30年前か10歳の時の自分が40歳の今の自分のところの生活に舞い込んでいく。で、え、あなたは誰って、私は誰誰、あ、僕の未来の自分じゃないかと言った時に、その時にこの40歳の彼は10歳の頃にコンプレックスあるから、もうすごい太っててですね、いじめられてこうで、だからすぐ痩せなさいとかなんだとかいろいろアドバイスするんですけど、逆に10歳の彼から見た40歳の彼っていうのがそれを見て泣くんですよ。エリートなのに、お金持ちなのに、なんで犬を飼ってないって。10歳の時の自分は将来自分の家を建てて自分の犬を飼って過ごすってことが夢だったんです。え、犬飼ってないのみたいな話で絶望するわけですよ、ね、何が言いたいかって、もうちょっと何言いたいかよく分からなくなってきましたけどお互いがお互いの未来ってやっぱ分からないんですよ。分からないから自分たちの行き先も分からない、あとね、政治の事情とかも変わっていくかもしれないという部分は分からないけど、一回自分たちが今未来にいたとして10年前の自分遡ってみて、こんなんやってると思ってますちなみに10年前は私別な仕事してたんで、介護保険の彼女も知らないです。で、お年寄りのことは別に嫌いじゃなかったですけど、こういう事業をまさかやってるとは思わなかったですで、そういう部分で皆さんがそういう体験とか思いってありませんかって話で、まあ、ちなみにちょっと振り返ってみてほしいんですけど、10年前と今の暮らしの違い、まあ、そんなね、あっという間に10年前に流行ってた曲を覚えてますか？かね、例えばね、ミスチルの Tomorrow Never Knows 10年前じゃないんですよ、あれ20年前なんですよ。なんかやばくないっすか？そうなんですよ、そうなんですよね、わからない。10年前だってなったとか、今だから思い出せる10年前の出来事ってなんか書けますかって話、これが10年前だったろうって。ちょっと知ってるから、さっきであれ1個言ってください。東日本、そうなんです、ちょうどね、東日本大震災がまあありましたよね、まあ、大きな出来事、一番大きな出来事だったかもしれないの大震災。あとこれが10年前だって、なんか分かります？え、なんか分かるのかしたい違います？一番いい時代だったとか、自分のイケイケすぎたと
まあ、そういう人もいるかもしれませんよね。あの頃良かったみたいな、しんみりしちゃったみたいな。まあそれはね、人にはいい時代ありますからね。ちなみに、一個言うとね、なでしこジャパンがワールドカップ。これもう10年前です。早くね ?10 年。ねえ。あとなんか思いつくのありますか？あとはね、例えばね、政治で言うとね、維新の会って。がもうブレイクして大阪市長と知事ダブルで当選したりしてね、これもまあなんか一つのムーブメントを作ったじゃないですか。でもまあそのね団体もね、もう10年経ってることなんですよね。振り返ると神妙に振り返ってみるとあっという間にいろんなことが出来事が起きてるんですけど、10年ってやっぱ結構長いですよと思うんですよね。でその先の未来の先行管理、さっきの健康管理の状態とかはさっき先行管理、自分の部分、あとお金の収支のバランスなんかも先行管理になっていきますというところですね。で、まあ、物価の上昇とか変化が分からないですけど、この変化に長けてる人は株で儲けたりしますよね、うん、あの時買っときゃよかったみたいな株ありますか？そういう話苦手ですか？僕は八百屋で売ってるあの株はよく買いますけど、この株は一切持ってません。ねえ、なんでリスクとリスクヘッジ、最大のリスクヘッジは先行管理でかもしれないって予測を推示して動く。これで未然にいろんな目の前のアクシデントを防ぐということがやっぱり一番大事になってくるというところになります。まあいろいろねちょっとお話をさせてもらいましたけど、リスクっていうのは完全にはなくなることはありませんという部分で、予測をして未然に防ぐことで、リスクはなくならないのでリスクと直面してしまうことが絶対にありますというところですね。そうですね。で、起きてしまった時にでもじゃあどういうふうに、真実に基づいて、適正に的確に動くかということも問われてくる。リスクはなくならない、回避、全部絶対にしないってわけにいかない、ね。まあ、さっきちょっと恋愛の話みたいにしましたけど、恋愛におけるリスク管理、これなんかね坊主めくりみたいなもんなんですよ。別に自分の今の奥さんが坊主ってわけじゃないですけど、例えば坊主めくりって何回もめくっていくじゃないですか。で、姫だったらストップがかけられるんですよ。殿だったらそのまま進むんですよ。めくってる間に姫でストップかけてよくてここまで取れた、これだったら自分が納得すればハッピーなんだけど、めくって次坊主だったら全部没収なんですよ。そうするとそれってリスクじゃないですか。何がああしときゃよかったな、こうしときゃよかったなってこともいっぱいあるってことですよね、人生の中で。まあ話でいろいろあると。何の話、本当今日はちょっとそういうのが多いでごめんなさい。起きてしまった時に的確に動くこと、誠実性を持って、あとはだから、リスクを取らないで、あとはそのさ今の話を、まあ、まとめると、これで良かったんだと思える自分で行くっていうことですね。自責の念とか後悔の持ってばっかりでも人生っていうのは一度しかありません。振り返ることはできないし、やり直すこともできない。我々は未来を生きるしかないんですね。今を生きる、未来を予測して生きていく。だから未来を予測する部分、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、リスク管理してください。あ、すみません。私たちは今を全力で生きて未来を予測しながら生きていくしかないんです。僕は娘が今受験生なんですけど、自分が同じ時期になったら何がしたいかって娘に言っていつも無視されるんですけど、勉強するよって言ってるんですよね。あ、俺がお前と今のお前だったら俺はとにかく勉強する。で、なんですか、大人になるとアウトプットが多くて勉強していくってことはなかなか難しいんですけれども、より難関の学校に受験するチャレンジをするだろうなと思うんですよね。なんか自分を試したいというところで、まあ、結果でもそれはできないんですよ今ね。じゃあ別に今40過ぎた今でも大学受けることできるかもしれないですけど、それってちょっとね意味が違うんで、その時その時の実力とか力でチャレンジしていくってことの付加価値とか大切さを理解すれば、その時どれぐらい一生懸命生きようと思うかっていうのが分かるんですよね。
だから甲子園とかで泣けるわけですよ。あの時しかできないことを全力でやってて悔しいから泣くんですよ。それ見てやっぱもらい泣きするんですよね。ということは皆さんの人生もどちらかというと、もうそのいわゆる 変化変動っていうのは少なくなってきますよ。 なってきますけど、自分の中でここのポイントポイントっていうのを予測的に、俺は何歳までにこうなっていたいとか、こうあるべきだとか思うっていうのはいいことなんですよ。 なんでじゃないと目標失うんですね。で漫然と生きてしまって、結果振り返ったらあれ俺何もしてなかったなみたいな、これは時間が流れるですね。だけど目標がある人は時間を積むことができるんですよね。でこの部分のあれでここまで何ができるから、同じ時間なんですけど流れると積むっていうのは全然違いますよねってところ。なので選考管理の中で夢を持つ、目標を立てるってことが大事になっていきます。まあ、リスクの話になりますけれども、なので漫然と生きることがリスクになるかもしれないということなんですね。自分の人生に誠意を持って生きるということは、リスク管理をするんだったら俺はもう先に考えとくよと、こういうことが起こるかもしれない、こういう人とこういうふうにやっていきたいと思う中で誠実誠意を持って生きていくということは大事だなと思います。管理者は塾ですので、管理者の話に戻していくと、管理者としての管理上のリスクを理解して健全な運営をしてほしい。その中でじゃあ管理者としての健全な運営の中でのリスクって何だろうって言ったら、また話やめすありますけど、これが一番怖かったですけど、誰も職員が来ないデイサービス運営してて、おはよう、ちょ早番フロア沸かしてんだろ、浴槽に水入ってないんだけどすげえな改めてだけどマジ超怖かった。でもね、こうならないためにじゃあどういうコミュニケーションをしていくか、辞めそうな人がいて、辞める、ね、止める努力をしたけど止まらない、でもだったらもう振り返らずにその人のエールを送って新しい人獲得してこなきゃいけないって、管理者はもうそういうサイクルで、なんていうんですか、まあ、一つの二面性かもしれないんですけど、何のためにやってるか、まあ、組織に貢献する管理者として適正に運営を崩さないというふうな目的があれば、まあ、いろんな顔とかいろんなタイミングで、いろんなものを見つめることにやっぱなるんですね。これがリスクにおける、リスクと向き合うということ、リスクヘッジを行って先行管理して予測して、人の増減、売上の増減、全部合ってます、稼働率とか後のコンプライアンスに対してのリスクヘッジ、管理、書類管理、全部つながってくるでしょっていう話で、リスクをに対して無関心でいないでくださいっていうのが最終的な言葉になります。皆さんがこれから、ね、事業所を運営していって責任者になって管理者、施設長をやっていくときに、いろんなリスクが存在しているというところ、ただリスクはなくならないし、リスクと向き合う、リスクから逃げるわけにいかない、リスクと向き合った上で予測をして未然に防ぎながら選考管理をして、自分にとってベストな選択チョイスをできるような形の努力を続けていきましょう。これが自分一人の行動じゃなくていろんな人を救います。そのためにさっきの行政機関とか守ってくれる署があったりします。そういったものに助けられながら、それっていうのはフィルターで網なんで、そこから越えないようにするとか、社会に出ればルールに縛られていきますけれども、そのルールの中で公明正大にお客様を獲得して売上を上げて利益をいただくというような形の流れとか考えを常に持っているっていうのが、今日の最終的なメッセージというかお願いしたい。私はリスクと向き合います。リスクから逃げません。リスクとぶつかった時は誠実誠意動きます。でただ、日々ノーガードでリスクを直面し続けないようにリスクヘッジしていきますよというような管理者になってください。はい、何か質問ある人いますか。いいですかね。まあ、相変わらず質問は受け付けないんですけどね、聞くだけ聞いてますはい、じゃあ今日はね演習とかなかったんですけど、まあ、真剣にね話を聞いていただいてありがとうございました。この大事さっていうのはだいぶ分かっていただけたのかなと思ってます。はい、じゃあ今日は管理者塾5回目、リスクと向き合うというような形でお話をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。